タイムリーに伝える。正しく伝える。わかりやすく伝える。テレコヘッドライン。リスクコミュニケーターの菅野です。泳ぐ。今回3回に分けて実施した福島第一原子力発電所3号機原子炉格納容器の内部調査、使用したのはこの水中を自由に泳ぐことのできるロボットです。これまでの調査から3号機につきましては水位が約 6.4 メートルと1号機、2号機に比べて水位が高いことが分かっておりました。そのため必要だったのは水中を自由に動けること、そして閉ざされた暗闇の中で視界を確保することでした。この水中ロボットは大きさが幅約13センチ、長さが約30センチ。後ろに4つのスクリューと、上には1つのスクリューを用いており、水中を潜水艦のように移動することができます。また、前と後ろにはそれぞれ調査用のカメラと照明用の LED ライトを装備しています。そしてケーブルを用いていることから、このケーブルについては水中で垂れ下がらないよう工夫が凝らされています。調査はこの細いパイプを通してロボットを投入し水面まで下ろしました。その後スクリューを回転させ、水の中をこのルートで移動し、圧力容器を支える土台の内部を初めて調査することができました。また、周辺環境に放射線による影響を及ぼすことなく、調査は遠隔で実施しました。今回の調査からは、圧力容器の下に設置されているさまざまな設備が損傷していること、設備そのものや設備を支える金具、作業するための足場などが落ちていること、またそれらの周りには溶けた燃料によって生じた燃料デブリが冷えて固まった可能性がある状況も確認でき、燃料デブリ取り出しに向けて有益な情報を取得することができました。燃料デブリの取り出し作業は一筋縄ではいきませんので、有識者の方々の持つ知見やさまざまな調査から得られる事実を一つずつ積み重ね、安全を最優先に着実に廃炉に向けた作業に取り組んでまいります。